4名です5秒前です4、3、2、1アソシアのこれが福祉だ。FM 宜野湾、毎週木曜日の4時半は、障害に対する疑問や福祉制度の仕組みなどを分かりやすく皆様にお伝えするアソシアのこれが福祉だ。パーソナリティを務めるアソシア社会大学の後藤です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 またFM 宜野湾ではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。さあ、11月になってずいぶん肌寒くなってきました。ここ2日間は少し上着を羽織るぐらいが心地いいような気候になってきていて、沖縄もずいぶん秋めいてきたなと思っています。最近アソシア社会大学では、学生さんの間でゲームが流行っております。ゲームといってもこの DS であったり、コンピューターゲームの方ではなくてですね、いわゆるボードゲームというものがすごく流行しています。私たちなかなか耳なじみのない、ガイスターというようなゲームであったり、ゴキブリポーカーというような、なかなか私たちが普段見慣れないようなゲームから、オセロであったり人生ゲームであったり、そういったものが流行っています。学生の皆さんから声をかけられて、私たちスタッフも参加させていただくんですが、なかなか勝てなくて、学生の皆さん、楽しそうに過ごしている姿を見ながら、私たちも微笑ましく感じております。今日はですね、アソシアソーシャルトレーニングからゲストをお呼びしております。アソシアの中でも、なんて言ったらいいんですかね、しっかりしているというか、かっちりしているで定評のある大城さんに来ていただいております。大城さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。このラジオの番組は何回目になりますか？はい、今日で2回目ですね。2回目、はい、その割にはあんまり緊張していないような。若干はしてます。若干はしてますけどね。そうなんですね、はい、あんまり緊張が表に現れないタイプですか？はい、そうだと思います、はい、いいですね。今日ね、大城さんと私、おしゃべりをしたいなと思っているのは、実はですね、大城さん、去年までですかね、厚生労働省の方で1年間働かれていたんですよね。はい、そうですね、2年間、はい、仕事をしていましたね。はいはい、その辺の話をね、今日は少し聞きたくて、こちらにゲストとしてお呼びしました。はい、私たち福祉の人間からしたら、厚生労働省というのはすごく馴染みのある、関係省庁になるんですが、やはりラジオを聞いている皆さんであったり、普通に生活をしている中で厚生労働省って言われても、なかなかこうピンときづらいかなと思うんですが、大城さん、はいはい、厚生労働省とは一体どういった役割の、はい、組織、官庁なんでしょうか？簡単に言えば一番楽なんでしょうけど、いろいろなですね分野を厚生労働省っていう役所で、担当していまして、例えば障害者福祉はそうなんですけども、もちろん介護とか医療、公衆衛生、そこまでとは分かりやすいと思うんですけども、例えば麻薬取り締まりとか、そういうのも厚生労働省のようですし、あと民泊、はい、今ホテルとか民泊とかいろいろあると思うんですけども、民泊を所管しているのも厚生労働省ということで、そうなんですね。一括りにこう、どういう役所ですっていうのが言い切れないところで、あと労働とかもありますね。なるほど、はい、じゃあかなりたくさんいろんな分野に、実は厚生労働省の、管轄として私たちの生活が成り立っているということなんですね。そうですね、主にこう生活に密着するような役所も全般の、を担っているというイメージですかね。なるほど、はい、それであればやはりこう
厚生労働省の中で、はい、大城さんがこの2年間という中でどんなお仕事を、まあ、されていたんでしょうか。はい、私はですね、障害福祉課っていうところにおりまして、まあ、名前の通りなんですけども、障害をお持ちの方の福祉サービスとか、あとは手帳とかですね、まあ、そういうところもありますし、あとは障害児の方の、まあ、福祉サービスとか、まあ、そういったところを所管する課にいまして、で私は2年間いたんですけども、1年目は就労支援係という、今私が今勤めている事業所も就労移行支援事業所っていうんですけども、まあ、そこのまさに、制度を運用する部署にいましたし、2年目に関しても福祉サービス係っていう入所施設とか、そういったところを所管する係におりました。なるほど。じゃあ、1年目というのは、まあ、大城さんもともとアソシアに、はい、勤務勤められていて、はいはい、それから2年間厚生労働省に行かれていた、はい、あ、そうですね、ということなんですよね。はい、じゃあその厚生労働省に勤める前にもアソシアの方で、はい、障害者の就労訓練に携わっていた、はい、それをまた厚生労働省で新たにといえばいいんですかね、はいはい、改めてといえばいいんですかね、仕事としていろいろ、まあ、法律を整備することであったりというのに関わっていた、はい、ということなんでしょうか。はい、でまた戻ってきてアソシアで仕事をしているという。なるほど、お帰りなさい。なるほど、そうなんですね。はい、じゃあ、まあ、多分いろんな、ね、思いがあって、はい、大城さん厚生労働省の方に行かれたかと思うんですけれども、はい、まあ、元々アソシアの、ソーシャルトレーニングという障害者就労の場からどういった思い、どういった、まあ、熱い思いを持って厚生労働省に行かれたんでしょうか。はいはい、それはですね、もう行く部署っていうのは大体こう障害福祉関係の場所っていうところで、募集がありましたので、もうまさに今自分がやっている事業の大元といいますか、制度を運用している部署に行けるということで、まあね、当時いろいろな方からお話を聞いたりとか、まあ、大学の授業とか、まあ、そういったところで聞いた知識によると、なかなかね、国の制度と現場の実態っていうのに差があるということは、まあ、現場の肌感覚では感じていたので、まあ、しっかり現場のこういうことが起きている、こういうことが課題なんだっていうことを伝えようと思って、すごい鼻息も荒く勢いよと、まあ、入職っていうんですかね、まあ、採用されて仕事をつくことになりました。はい、なるほど。じゃあ現場ではこんな風に思っているのに、はい、国の制度がなかなかこうマッチングしなかったり、はい、自分たち現場の人間の思いをこう国法律を動かしている人たちはどんな風に感じてるんだという思いを持って行かれた。はい、まあ、そうですね、まあ、そこがスタートでしたね。熱いですね。はい、それで実際、はい、その厚生労働省に2年間勤められて、その実際にこの法律を整備したりしている、まあ、現場といえばいいんですかね、はい、に入ってみていかがでしたか。どんな風に感じられたんでしょうか。まあ、そうですね、まず第一に感じたのは、国の 役所の方、公務員の方なんですけども、非常に勉強熱心で、まあ、実際こう私とかもう一人今アソシアにいる小屋っていう、はい、スタッフも一緒に行ったんですけども、まあ、現場では実際どうなってるのかっていうのは積極的に聞いていただいたりとか、まあ、こういうふうに制度を見直そうと思ってるんだけどどういう動きが起きるのかっていうようなお話とかもしていただいたので、非常にこう、まあ、私がイメージしていた役所とは、まあ、ちょっと違っていて、まあ、実際こうどん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 現場の状況っていうのは取り入れようっていう意識がすごい強かったなっていう印象でしたね。なるほど、すごいいいですね。私たちなかなかね、そういった厚生労働省の思いというのは私たち直接聞くことはやっぱり少ないので、実際にこう中に入ったお城さんからそういったお話が聞けるというのは、はい、いいですね。とてもこう現場としても励まされる思いですね。はい、はい、じゃあ
こでですね、曲の方に行きたいんですが、今回も、アソシア社会大学の学生からリクエストを受けました曲になります。クイーンで We Will Rock You。そうなんですか。ざっくりとした、はいはいはい、定型文で書いてくる感じが非常に気持ちいい。J の人間なので定型文で書いてくると超気持ちいい。聞かれた言葉にね、あのたまにこう噛み合ってない時ありますか。ありますね。質問が。そういう時はもう、はい、じゃあ流すしかないです。今後です。帰ってきて何を思うかってことですかね。そうです。実際帰ってきて、そのじゃあそれをどういうふうに現場に生かそうって思ったかっていうことだったりとか、実際帰ってきて、今現在、今、半年、4月から半年ぐらい、半年ちょっとぐらい帰ってきて、どういうふうに生かしているのか。じゃあ、一般局、CM に入ります。誰がリクエストした10秒前です。5秒前です。4、3、2、1。はい、アソシアのこれが福祉だ後半に参りたいと思います。本日はアソシアソーシャルサポート、ソーシャルトレーニングから、大城さんにゲストで来ていただいて、厚生労働省から、帰ってきて、厚生労働省でどんな思いで向こうで働いていたのか、そして厚生労働省の人たちがどんなふうに現場を見ているのかというお話を先ほどは伺いました。はい。で、先ほどの話を続きを少し大城さんに伺っていきたいんですが、はいはい。大城さん、厚生労働省の、2年間の、お仕事を終えて今年の4月に沖縄には戻っていらっしゃったんでしょうか。はい、そうですね。はい。戻ってきて今半年ちょっとぐらいですかね。はい、はい。そこから今、戻ってきてからどんなふうな、思いを感じていらっしゃるんでしょうか。そうですね、戻ったら戻ったでやるお仕事もたくさんありますのでそこはこう全く忙しいですか。全くこう別のまた脳みそを使わないといけないっていうこともありましたので、アソシア入って最初の5年ぐらいはもう一緒に対利用者さんと一緒にいろいろな就職のための活動とかしていて、で2年間はもう全く違う役所の仕事をしてました。で戻ってきて一番最初に思ったのは、あれどうやってお話したらいいん、ちょっとこう
まあ、麻痺というか感覚がどうやって人と話したらいいんだろうかっていうことですか。本当にで、まあ、役所にいる時代はこうどうしてもこう六法とか、はい、そういう通知とかそういう文書を根拠に仕事をしてるんですけども、うん、もうなかなかこうここに戻ってくると、まあ、そういうわけにはいかないので、うん、まあ、一緒にお話聞いたりとか面談っていうのが最初すごいこうどうやるんだっけみたいな。なるほど。じゃあ最初も大城さん自身もこうリハビリというか、はい、あ、そうです、本当にそうですね。あの人の話を聞くであったりとか、あとまたね、制度に書かれていることはやっぱりできませんって言うしかない、うん、役所だったものが、まあ、それをこうどう考えていくかっていう発想の転換もしないといけなかったので、なかなかちょっと慣れるまでには時間がかかりましたね。まあ、そうですよね、はい、今まではこの、まあ、法整備してそれをどうこうしっかりやっていくかっていうところにいたのが、また今度は現場に戻って、はい、じゃあこの実際ある法律の中でどんなふうに生活をしていくかだったり、まあ、望むような仕事についていくかっていうところを一緒に相談していくところに今度は行くんですね。そうですね、はい、またその立場が違うとやり方だったり、はい、まあ、話の聞き方だったりもまた全然変わってきますよね、はい、なるほど、いいですね。楽しいですか今。まあ、そうですね、もう一つなんかこう良かったなって思うのは、はい、まあ、現場しか知らないときはやっぱ役所対役所に対して、まあ、どうしてもこうなんで分かってくれないんだとか、そうですよね、まあ、そういう、ね、現場のサイドからすると目の前に困っている人がいるのにっていう、まあ、お話でよくこう役所と事業所の方が対立するっていうのはよくあると思うんですけども、うん、それって多分なんか事業所が私たちも、まあ、相手がどういう組織で、まあ、どういうことを、まあ、仕事としてやっているのかっていうことを知るだけで全然物事の進め方は違ってくるかなと思ったりもしたんですよ、まあ、だから、まあ、両方知ってるっていう意味ではあまりこう役所がどうとか事業所がどうとか、まあ、そういう話ではなくて、まあ、やれるためには事業所側、まあ、私たちも、まあ、勉強をしていけば、まあ、物事は進んでいくんだろうなっていう感覚は今持てて仕事できているので、そこは非常にやりやすくはなってますね。なるほど、はい、いやでも本当にそうですよね。私たちこう現場で実際にこう困っていたり苦しんでいたりしている人を目の前にしていると、はい、なんでも実際目の前にいてもう私たちの力でどうにかね、はい、手助けできるはずなのにこの法律がっていうふうに思ってしまうと、はい、どうしてもこう役所であったりその法律を動かすような人たちと、まあ対立をしてしまうことも実際なくはないんですよね、はい、そうですね、はい、でも、まあ、対立したところでね誰が幸せになるわけでも本当にないので、はい、本当に一緒にこう共同していくっていうのが本当に一番いいですもんね。そうですね、はい、うん、まあ、対立した時は一回こうどういう根拠があってどういう条文が書かれているのかって見るだけでも結構前に進んだりしますので。なるほど、はい、実際困った時はお城さん相談乗ってください。よろしくお願いします、はいはい、いいですね。アソジアではじゃあ実際にそういうふうにまあ法律を動かしてきていた現場にいたまあお城さんですとか孫屋さんですとか、はい、まあ、本当にいろんなスタッフがいろんな力を持って利用者さんであったり、まあ、社会大学の学生さんであったりいろんな人たちをサポートしていけるということなんですね、はいはい、なるほど。いや今日はちょっと楽しかったですね、はい、もう本当私自身もとても勉強になりました、はい、大城さんありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます、はい、ここからはですね少しイベントの方を告知させていただきたいと思います。来週金曜日11月11日金曜日です、19時から21時、カフェアソシアの方で市民講座を行います。テーマは大人の発達障害、自分が変わるか周りが変わるかということをテーマに、成人期の発達障害について沖縄県発達障害支援センターガジュマールの富樫さんを講師に迎えて市民講座の方を行いたいと思います。参加費は無料になっております。ただ、定員が30名となっておりますので、どうぞ皆様、お申し込みをしていただいてご参加いただければと思います。お申し込み方法はお電話でと、失礼いたしました、お電話とメールで受け付けております。
お電話の方は 989-1818、 メールアドレスは、アソシアのホームページにメールアドレスの方が載っておりますので、そちらの方を、ご覧いただければと思います。対象となっているのは障害をお持ちのご本人様、そしてご家族様、医療機関の職員の方であったり、相談支援専門員の皆様向けの講座になっております。まあ、本当にたくさんの方にね、ぜひ講座を聞いていただければなと思っておりますので、アソシアどんなところかなって思っている方、ぜひ講演を、聞いていただきながらカフェの雰囲気も味わっていただけたらなと思っております。はい、そろそろエンディングに向けていきたいと思います。大城さん、今日は本当にありがとうございました。はい、 ありがとうございました。なんかもう終始緊張している様子も見られず、私隣に座ってて非常に安心感があったんですけれども。はい、いや、まあまだちょっと緊張してますよ。あ、喋り足りないですか？はい、あと何分くらい喋る？まだ大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか？なんか沖縄県の福祉に対する熱い思いですとか、はい、ちょっともっとしっかりしてよって思う部分とかはないですか？はい、あ、しっかりしてよというよりかはむしろですね、沖縄県多分障害の福祉が結構進んでいるって言われていて、事業所の数が非常に多いんですよ。で、多分平成18年から障害者の自立支援法っていうのができて、はい、そこから、まあ、福祉がサービスになったという大きな転換期を迎えていて、で沖縄がまさにそのまあ、一番先頭を走っていると言ってもいいぐらい、事業所さんそれぞれがオリジナリティを出してですね、切磋琢磨している、まあ本当に選んでもらえるような事業所を作っていこうという形で皆さん努力されているので、そういった意味では非常に障害福祉、まあ、就労もそうなんですけども非常に進んでいるのかなと思っております。まあ、そういった中でやはりどうしてもサービスになりますので、まあ、いいところと悪いところとっていうところが明確になってくるとは思いますので、まあ、そういった中でやはりこう皆さんこう障害をお持ちの方にですね、選んでいただけるような事業所になるためにはどうしたらいいのかというのも日々考えながらですね、まあ、やっていかないと、もう1年2年経ったら時代遅れの事業所になっているということもあると思いますので、はい、まあ、そこは常に頭を回転させながら仕事はしていきたいなと思ってはいますね。はい、そうですね、本当そのお話を聞くと私たちもね、なんかこう身が引き締まるというか、はい、本当ですね、常に何かこう新しいことをしながら目の前の利用者さんであったり学生の皆さんを大切にできるような福祉になっていけたらいいかなと思っております。はい、さて、はい、アソシアのこれが福祉だでは障害福祉に関する相談も受け付けています。皆さんからの相談を受けして番組内で回答していければと考えています。ご自身のことでもご家族ご友人のことでも構いません。相談したいことがあればこちらまでメッセージをお送りください。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 ファックス番号は098-943-0094 でお待ちしております。アソシアのことが気になる方は見学や体験、利用説明会なども行っておりますので、ホームページもしくはお電話でお問い合わせください。検索でアソシア沖縄と打つとホームページが出てきます。電話でのお問い合わせは 098-923-0291 までご連絡ください。皆さんたくさんのご意見を本当にありがとうございます。先週もね、県外の方からご意見をいただいたと伺っております。本当にありがとうございます。ぜひたくさん皆さんと意見交換していけたらなと思っております。では大城さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆様、また来週を